これが実は今日は原稿用紙なんですよ。改めまして、石井真嗣でございます。皆さんよろしくお願いします。今日は、まずその場小説ということをやります。その古い家では昔ながらの習俗がたくさん残っている。生まれたばかりの赤ん坊の名前、家の庭に「そこ」なんて到底見通せない。青緑状の息が赤ん坊の名を書き記した紙を池にそっと落とす。3月31日午後5時過ぎに馬出た。みゆこと記した。その紙を池に落とすのは祖父の役目だった。
野菜さんっていうのを読みたいと思います。はい、畑にやってきました。お、はい、野菜さん、野菜さん、誰？人参いきます、せーの、せっぱー、はい、人参さん、はい、野菜さん、野菜さん、誰？誰？せーの、せーの。いろいろバス。赤いバスがやってきました。ゴロゴロトマトが降りてきて、ゆるりとタコが乗りました。黒いバスがやってきました。クジラ、ザブーンとクジラが降りてきて、ひっそり影が乗りました。まもなく終点、終点。いろいろバスがやってきて、ご乗車ありがとうございました。思いまして、まあ何かといったら、ここ真っ暗にして、この真っ暗闇の中で3人の人がリンゴを食べてますと。でリンゴを食べてる音を、見えないリンゴを食べてる人の食べてる音をただ聞いてもらうっていうのを したくて、一度リハーサル済みなんです。リンゴ食べてる間真っ暗にしますから、本当にお静かに。
僕たちは犬を飼っていた。グーテンターク。